皆さんこんばんは。東山キャプテン、東京クエーション日本代表のエース、キングタク、三浦拓夢です。いよいよあさってですね。当然優勝が目標です。冬季レクリエーション当日前まで、前日のルーティーンを放送したいと思います。まずは、もう少し、いや、10時過ぎに寝ます。皆さん、おやすみなさい。ブイブー。おはようございます。まずは、最初は2時で、いや、2時半で起きました。これから冬季レクリエーションの前日調整を行いたいと思います。それじゃあまた後ほど。無道着始めます。じゃあこっから行きます。1。ラーメンタワー競争想定調整やります。まああくまで予測なので今は5個しかありませんけども、ちょっとやってみます。1個目、はい、3個目、だんだんきつくなってきた。はい、4つ目いきますよ。まあ恐怖心に気をつけましょうね。じゃあ暴力リレーを行います。綱引きもちょっとやります。よし、反対も行くぞ。よし、OK。 そこ注意。はい、これやります。前日の、いや、当日も含めて、そのルーティンはいつやったか、いつやったかって、中学生の頃からですね、朝はまあ、今日と同じ時間2時半くらいに起きて、まあ、稽古ですね。やってますね、はい。当日に向けてと、当日の朝でも、早く起きてやります。ちなみに、これで、勝率が毎年変わるんです。前回は準優勝、前々回3位、その前は多分3位、
と絶好調な成績でしたね。確かにここ3年今年はもう優勝しかありません。続いての質問に行きます。ボーリング学園 P リーグ今日放送ですが、この中で一番好きな選手ですか？この中では川結ちゃんですね。放送ではね、今日の放送ではですね、私見た中ではまあ選べませんね。毎週土曜夜11時もちろん見てます。これも一応ルーティンに入ります。負けないぞ。なお外での撮影は残念ながら暗いので、ちょっと後に、いや公開できませんので説明だけします。外ではまあ走りますね。走ったり長縄跳びも控えてるので長縄跳びもします。これで諦めません。優勝の道、それが大事です。覚えておいてください。なお今日の夜ですね、今日は仕事は遅番ですが、夜帰ったらまあご飯食べて風呂入って、いつも通りボーリング革命 P リーグ見てから、明日の準備に備えてお休みしたいと思ってやって思います。それも一応ルーティーンです。はい。ここからは一日紹介します。今の調整終わりましたら朝食食べてゆっくりしてから、この後ちょっといろいろありまして外出したいと思います。その時に八文字屋でサッカーダイジェスト2020年選手名鑑とボーイングマガジーンを予約したので支払って買って早速読みたいと思います。撮影はまた9時過ぎに撮影します。ではまた後ほど。それでは昨日のチョコレートをいただきたいと思います。食後にチョコ、はい、新型コロナウイルス昨日だけで、生、マッチ大好き。牧原容疑者2年前のことはよくわからないと話していたことがわかりました。さて新型コロナウイルスは日本国内での感染が一気に明らかになってきました。あー、うまいね。この後はスタバにちょっと寄ります。というわけでサッカーダイジェスト選手名鑑2020年のやつと3月号ボーイングマガジーンゲットいたしました。中にはね、選手名鑑ボーリングの JPBA のやつなんですけどもね、かわゆいちゃん乗ってましたよ、チカちゃんと。揃い踏み、いいですね。ぜひ読んでみてくださいね。この後もちょっとボーリングやりますので、負けないように頑張ります!いや、頑張りマーティン!ボーリングに着きました。今日はものすごい人数ですね。なんかいろいろイベントがあるみたいですね。私はそのイベントに構わず3ゲームやります。よし、イエスマーティン、今日は高級軽食に来て
歴代のパフォーマンスもやります。
陸上通道館に着きました。まだちょっと早いけども空いたら入ります。レクリエーションにお昼は欠かせないものはとんかつです。とんかつ食べて優勝してカーツという意味で毎年運動会やトンキュークレーションで食べています。カツを食べてカーツダジャレだけどね、うん、これが私のルーティーン。これから来ますのでちょっと私が頼むのはダブル厚切りロースカツ3連分です。まあ写真見れば分かりますけども食べてます。じゃあ漬物も、うん、じゃあまた移動します。食べ終わったら、はい、冬季レクリエーション激励会のためにこの会場に今来ました。それでは飲んで終わりたいと思います。この後のスケジュールは私仕事です。まあ10時までで仕事で、帰ったらご飯食べて風呂入った後ボーリング革命 P リング見てから寝ます。以上です。私の以上私のルーティンでした。それじゃあ皆さん冬季レクリエーションはいよいよ明日お待ちしてます。会場は羽生第四地区活動センターです。町民体育館とお間違いのないようにどうぞよろしくお願いします。